重力一生反抗期バーチューブの牛です。今回の動画は6月15日から行われる僕が出場予定のパワーリフティングの世界大会ですねのエントリーが出ましたので、そちらについて話していきたいと思います。まずこの世界大会っていうのは、ノーギアパワーリフティングの世界一を決める大会、そして、僕が先日出たシェフィールドの予選会でもあります。また来年ノーギアパワーリフティングはワールドゲームズという第2のオリンピックと言われているものですね。これの正式種目として決まりました。このワールドゲームズに出場するためには今大会3位以内に入らなければいけません。そのためにこの大会っていうのはシェフィールドの出場権並びに来年度のワールドゲームズの出場権、その大きな2つがかかっためちゃくちゃ重要な大会です。また2022年、2023年、世界大会3位という成績で、終わってしまっている僕にとって、今大会世界1位になることは、まさに3度目の正直、必ず勝ちに行きたい、そんな大会です。しかし、エントリーだけ見ると、現在すごく、厳しい状況にあるっていうのは間違いないことです。なんと僕はエントリー9位という形でした。エントリー1位から順に発表します。1位、アメリカのジョナサン・ガルシア選手。トータル 715.5kg、 2位がフランスのパンナ選手、トータルが 705kg、 3位がジョセフ・ジョーダン選手 690kg、 4位は佐竹祐介選手、先日の JCP で出した 687.5kg、 5位がカナダのフォー・クリフトン選手 673kg、 6位が台湾のシェイ選手 673kg、 7位がメキシコのサントス選手、こちらも 673kg、 8位がタイのセヌモン選手 672.5kg、そして9位が僕です。先日の JCP でした 667.5kg。 2022年はエントリー確か5位だったかな。で、去年がエントリー2位っていうところで、まあかなりエントリーだけで見ると9位っていう形ですごく落としている。今そんな状態です。しかしエントリーはエントリーでしかないんで、まあ全然気にすることはありません。当日一番記録を出したやつが強いです。ただ一つだけ今不安要素があります。現在、66キロ級は、まあ、リザーブという、まあ、補欠、国の補欠みたいな人なんですけど、その人たちを除くと16人です。僕は16人中9位という形になります。世界大会では、同じ階級でも2グループに分けられることがあります。前半グループ、後半グループという感じですね。つまり、16人中9位ということになってしまうと前半グループになってしまう可能性があります。前半グループになる、それは何を表すかというと、後半の記録が高い人たちと一緒に試技ができないので、僕が前半グループ試技をしてどんなにいい記録を残しても、後半グループの人たちはその前半グループで僕が残した記録を見て上から記録をかぶすような形で試技をすることが可能になるので、とても不利な状況となります。現在僕は JPA 日本パワーリフティング協会様に一つ申請をしていることがあります。僕の現在のエントリー記録 667.5 は、先日のジャパンクラシックパワーで出した記録です。その記録で現在エントリーとなっているんですが、IPF 国際パワーリフティング連盟の、ルール上では過去12ヶ月以内の、国際大会もしくは国内大会で残した成績であれば、その記録でエントリーを申請することが可能となります。つまり僕は先日のシェフィールドで出した690キロ、こちらのエントリー記録で大会申請することができれば3位となります。そうなれば間違いなく後半グループで一緒に試技をすることができるので、今あるこの不安は解消されます。 JPA としても今まで今回の世界大会の予選である JCP の記録、こちらで申請してきたっていう、まあ過去があるみたいで、まあそのようにしているんですが、ただ IPF のルール上では、まあその過去12ヶ月以内の国内大会、国際大会の記録、それを、まあ申請することができるということなので、なんとかシェフィールドの記録で僕のエントリー記録を申請してくれないかってことで、今話をしている最中です。まあ僕自身 JPA に所属している選手でありますので、まあその日本の協会が決定したことが最後ですので、まあ仮に、もし僕が前半グループになってしまったとしても、もうバチバチの世界記録叩き出してやって、まあ、後半グループに、まあ、こんな記録勝てねえよ、まあ、そんな風に思ってしまうような、ね、記録を絶対出すに行くんで、絶対やります。世界大会まで残り2ヶ月、皆様応援よろしくお願いします。
この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録をしてパワーチューブに入部お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。